じゃあ噛んでちょうだい。あーふるぜ。こんにちは、平坂です。今日はですね、カミツキガメを捕まえて実際に噛みつかれてみるために千葉県印旛沼水系のとある川へ来ております。で、実際に噛みつかれてみるっていうと、まるで僕が変な人、やばい人みたいですけど、別に痛いのが好きとかそういう特殊な趣味趣向があるわけではないです。単純に生物のことをより深く知りたいので、実際に自分で体験してみるという、とにもかくにも物が捕まんないことには始まらないので、早速探してみましょう。カミツキガメはアメリカ大陸原産の大型のカメで、かつてペットとして日本に持ち込まれたいわゆる外来生物です。日本では千葉県印旛沼水系の河川に多く見られます。カミツキガメってすごい名前ですけど、他の一般的なカメと違って身に危険が迫ると敵に積極的に噛みついて撃退しようとする特徴があるんです。しかも噛む力が異様に強いことから、こんな名前がついたわけです。今回はその力がどれほどのものかを確認します。さあ、じゃあ捕まえ方なんですけども、まず川へ入ります。基本的にですね、今回は捕獲は手づかみで行います。で、唯一使う道具がですね、杖的なもの、硬い棒を使います。今回はね、とりあえず手元にあった釣り竿を使用します。この僕が今歩いてる川の底っていうのは泥なんですね。で、この釣り竿をね、杖みたいにガツン、ズン、ズン、ズンと突き立てながら歩いて回る。で、もしそこに亀がいたら、亀の甲羅って硬いですよね。カチッとした硬いものに当たると、それはカミツキガメかもしれないと。カメだ。これカメだ。動いた。カメではあるけど、あ、これカミツキだ。カミツキガメです。カミツキガメ見つけました。足元にいます。今カミツキガメを見つけて、片足で軽く押さえてます。踏んづけるようにして、軽くね、あんまりギューって押さえるとね、カメも怪我しますんで、甲羅あるとはいえ。じゃあ、よし、捕まえますよ。いきなり手を突っ込むと、たまたまそこにカミツキガメの頭があったりすると噛みつかれますんで、そーっと手を突っ込んで体の向きを確認します。で、うっかりここで顔をベタベタ触ってしまうと手を噛まれます。あった、尻尾あった。カミツキガメの正しい掴み方は甲羅の後ろ側を掴むんですけど、捕獲する瞬間だけは尻尾を掴ませてもらいます。本人的には尻尾触られるの多分嫌だと思うんですけど、よし、じゃあ行きます。よし、あ、深い。泥に潜ってんですよね。あと草の根っこに踏ん張ってる感じが。よし、よし、尻尾掴んだ。いきますよ、いきますよ、せーの、よいしょー。よし、カミツキガメゲットです。思ったより大きいね。生態ですね。お、シューシューいってる。はい、あんまり暴れないのはこれは踏んづけられてしんどかったから、ごめんな。なんかあんまり噛みついてくる。ああ、噛みついてくるね、この感じはね。で、なぜ姿も見てないのに噛みつきガメだって判断できたかっていうと、手を入れて甲羅、体に触れてみました。噛みつきガメはね、他のカメとかなり体の作りが違うんですよ。尻尾もトゲトゲデコボコしてるし、甲羅もね、他の日本に生息してるカメと比べるとかなり特徴的です。なんで軽くね、パッと触れただけでもうはっきり種類がわかるんです。さあ、というわけで無事に捕まえましたカミツキガメです。捕まえる瞬間はね、ちょっと尻尾を触らせてもらいましたけど、カメにとって尻尾っていうのはかなり敏感な部分なので、あんまり強く握ったり、そこを持ってぶら下げてあげたりしない。こうやって甲羅の後ろの方、あるいは足の付け根を持つのが、なるべくカメに負担をかけない正しい持ち方です。で、このカミツキガメというカメは環境省が定める特定外来生物というものに指定されています。ブラックバスとかセアカゴケグモと同じですね。このこうやって捕まえて生きた状態で持ち運びしちゃダメだと、分布が拡大しちゃうからね。生かしたまま持ち運びしちゃダメなので、もうここ今ウェーダー履いてカメを捕まえていた、もうその場で実験を行います。よし、じゃあいよいよカミツキ先生、よろしくお願いします。じゃあ噛んでちょうだい。よーふるぜ。じゃあ噛んでちょうだい。おーふるぜ。あー、ちょっと笑っちゃうぐらい痛いけど、あー、
いやーでもね、こういう時にね、笑っちゃダメなんですよ。笑ったり大声でわめいたりすると、アドレナリンが出ちゃって正しい痛みをジャッジできなくなる。だからこういう時はなるべく淡々と噛まれなきゃいけないんですね、正しいレポートをするためには。おっ、うん、おあああやばいやばい、おおあっ、うん、つおっ、うん、はあ、おっ、うん、あっ、いってって、おお、ああやっぱすごいわ。うわー、これはやっぱすっぽんとは格が違いますわね。まあ、こんな感じで歯型がつきます。くちばし型と言いますかね。まあ、皮膚の頑丈な腕とはいえ多少血は出ますね。ちなみにその後の経過なんですが、出血自体は大したことがなかったものの、やっぱり肉へのダメージは大きかったみたいで、内出血を起こして青タンになってしまいました。結局ね、1週間ぐらいは痛みましたね。ただね、気をつけてほしいのは、噛まれたのが皮膚の厚い腕だったこと。そして今回捕まえた個体はカミツキガメの中でも性格がとりわけおとなしくて、さらに体重は 2.5 キロとそれほど大きくなかったこと、そういったことが幸いしてこの程度の傷で済んでます。これが気の荒い4キロ5キロとか大きな個体に、しかも指を噛まれたりしたらこんなもんでは済みません。本当に指の骨ぐらい噛み折られます。だからこの動画を見て、なんだ大丈夫じゃんって思って真似したりは絶対にしないようにしてください。ただね、個人的にはいずれもっと大きな個体で試してみようとは思ってます。ところで、捕まえたカミツキガメをどうしたかと言いますと、今回はさばいて食べました。次回の動画ではその様子と食レポをお届けします。というわけで今回は以上です。また次回お会いしましょう。バイバイ。